guys! モンスターション TV! 始めました！モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があれば姫島さんになれる、そんなあれだわ！因果滅殺ということでやっていきましょう！ということで、まさかのね、私、うるし柱、ジョンさんが、鬼滅についてお話をしていくということでね、みんなめちゃくちゃびっくりしたでしょ。うわ、ついに鬼滅にっていう風にね、思ってると思いますけども、私今ね、鬼滅めちゃくちゃハマっているんですよ。で、ことの発端僕がハマったきっかけっていうのが、アニメで僕はね、知ったんですよ。だからちょっと遅咲きなわけでございますけども、アニメを見た時に、え、ちょっと待って、これ作画やばくねみたいなところから始まって、で、見ていたらマジで面白いなと思ってさ、まあダダハマりしたわけでございますよ。でそこから単行本買いました。単行本買ってもうこれ全部読みたいなと思ってさ買ったわけですよ。でそこからまだちょっと全部は読めずにアニメをそのまま見ていきます。で柱でございますよ。ジョンさん絶対柱みんな好きっすよという風に言われて、本当本当みたいなさ、で出てきたわけでございますよ。ついに出てきた、うわみんなめちゃくちゃかっこいいじゃんみたいな感じになってさ、でどんな展開になるのかなと思ったらいきなりねずこちゃんにしっちゃかめっちゃがね、やり始めて、なんやこいつらと思って、みんなでねずこちゃんを殺そうとして、ふざけんなよみたいな感じになったんだけども、そこからですよ。そこから僕はちょっとね、いや、ジョンさん大丈夫、絶対好きになるからって言われて、お前ほんとかみたいな感じで、そこから続きを見たんだよね。我らがねずこちゃんどうなるのかみたいな感じで見ていったら、柱のみんなね、好きになったよね。見た目はね、言うまでもなくなんだけども、もう読んでいくと、うわぁ、めちゃくちゃいい人や、連発なんだよね、ほんとに。で、まあ、僕が読んでいた巻から、その次の巻なんだよね、速攻できたのがこちらでございます。もう、柱といえばこの8巻でございますよね。もうみんな大好きな煉獄さん。ほんと僕ね、この単行本をゲットする前から、ツイッターでさ、煉獄さん、煉獄さん、煉獄さんってトレンドで毎回入ってさ、だからアニメがやるために煉獄さんが入って、煉獄さんめっちゃ人気やと思ってね。で、そこから見てみたら、そりゃ人気だわみたいな、めちゃくちゃいい人やんけみたいな感じでね。もう煉獄さん大好きでございます。まあ、そんなこんなでね、初の、この、鬼滅界ということで、まあ、当初はね、めっちゃ考えたんですよ。やっぱ姫島さん、ね、姫島さん、行くべきなのか、うるし柱ということで、姫島さん、行くか、でも煉獄さんも行きたい、でも炭治郎も行きたい、でもめちゃくちゃ迷ってさ、でもやっぱね、我らが煉獄さん、ここはちょっと一発目でね、ご紹介していきたいということで、私なりにね、この煉獄さんの魅力について、ちょっとお話をしていきたいなと思います。ちなみに、もちろん次に話をしていくのが、我らがうるし柱でございます。うるし柱とか言ってね、姫島さんもね、本当にめちゃくちゃいい人だね。てか、超強いね。本当に、やっぱ因果さらすものめちゃくちゃ強いなっていうね。はい、そんなこんなでね、我らが煉獄さんについて今回まとめていきましたので、いろいろとお話をしていきたいなと思います。あ、恒例でございます。まだチャンネル登録と、そしてグッドボタン押す見てない方、今のうちによろしくお願いいたします。OK ですか？ということで、改めて今回の煉獄さんについてでございます。まずは彼の所属でございますね。鬼殺隊炎柱ということでね、柱でございますよ。ほんと、柱めちゃくちゃかっこいいね。もう、やっぱ出た瞬間からね、すげえたまんねえなと思ったわけでございますけども、彼は炎柱でございますね。そして呼吸というところで、炎の呼吸でございますね。で、彼のすごいところっていうのが、もともとこういった呼吸法っていうのを、まあ、教えてもらうっていうのが基本の流れなんだけども、自力でこれを覚えていったっていうね。まあ、要するにその、お父さんがそれを教えてくれるっていうはずだったんだけども、教えてもらえなかった。まあ、その流れについてはね、そのアニメ勢の方はまたこれから見ていくことになると思いますけども、自力で覚えていったということで、ほんとすげえなと、指南書を自分で読んでマスターしていったというわけでございますから、めちゃくちゃ才能あるわけでございますよね。で、そもそもこの炎の呼吸でございますけども、多数流派がある中の、まあ、基本となる五大流派の一つでございます。だからこそでございますけども、この炎の呼吸っていうのはめちゃくちゃ強いわけでございますね。ただ間違えてはいけないのが、この炎の呼吸を火の呼吸っていう風に言ってはダメというね。炎の呼吸っていう名前が正解でございます。で、これにはね、理由がございます。まあ、それこそ彼のお父さんのブチギレをね、見ればわかりますけども、かなり根深いものがあります。そもそも呼吸法の全ての源っていうのが火の呼吸であるっていうのが重要なところになってきて、そことの因果関係もあるわけでございますね。かなり根深いよね。かなり因果関係だよね。因果さらしたけりということで、はい、続いて技でございます。
ございます。彼の技についてお話をしていきたいなと思います。まずは1の方、知らぬい。そして続いていきましょう。2の方、上り炎天。そして4の方、声援のうねり。そして5の方、炎子。そしてこちらが炎の呼吸の奥義でございます。9の方、煉獄。ということでね、これめちゃくちゃ強いよね。この後出てくる上限の12気づき赤座との戦いでね、これを使うわけでございますけども、とにかく強いわけでございます。でこの技の特徴っていうのが、相当なスピードをね、この煉獄さんがもともと持っているわけでございますから、思いっきり相手に突っていくわけでございます。そして突ったこの勢いで思いっきり相手をえぐり切るっていうね、えぐり切るっていう表現がまたとんでもないわけでございますけども、この技発動すれば秒で試合が終わるっていう最強の神速の技でございます。そして彼の日輪刀でございますね。鬼殺隊が皆持っている日輪刀でございますけども、この刀っていうのが、まあ色が変わるわけでございます。人によって色が変わっていくわけでございますけども、煉獄さんに関してはもちろん赤いわけでございます。そして強さというところでございますけども、やはり上限の12気づきを思い切り追い込む力っていうのは相当なものですよね。加減だけでもどれだけ強かったのか、まあ本当にやべえなっていう話なんだけども、それがいきなり上限でございます。とにかく強い。そんな強い上限を追い込んでいく煉獄さん、やはり炎の呼吸ならではの火力を持っているわけでございますよね。そしてあの列車での流れでございます。列車ぶった切りはもちろんのことながらも、最終的には自分の技を発動させて、あのめちゃくちゃ重いね、走ってる列車を、まあ、止めていくわけでございますよね。相当な衝撃がバーッと向けかかるわけでございますけども、それを自分の技を発動させて和らげていく、これは相当なものでございます。そして彼の筋力っていうところでも相当なものでございますけども、赤座との戦いでこれ見せたわけでございます。赤座がね、火が出てきてやべえって逃げようとしているところを思いっきり離さないって言って掴んでいるんだよね。赤座相当強いからね、本当にあれを離さないっていうのはマジでやべえなと。これぞまさに煉獄さんの力でございます。やはり煉獄さんのめちゃくちゃすごいところっていうのが、この爆発力っていうところだと思うんですよ。力っていうところでも赤座の時に発揮していって、そしてこの爆発力、スピードでございますよね。スピードもめちゃくちゃ速いわけでございます。列車でね、このスピードを見せたわけでございますけども、もう目にも止まらぬ速さでブルブルって行くわけでございますよ。早くアニメで彼の戦いっていうのが見たいなと、僕はこの本でね、彼の戦いを見てマジですげえなと思いました。近日でね、このアニメの流れも今多分次が列車になるのかな、だからまあそこら辺からちょっとこの戦いっていうところが見られるわけでございますけども、とにかくすごいです。そして続いてでございます。続いては大将こそこそ因果話ということでね、因果話ってなんやねんということで、まあ煉獄さんについてね、ちょっとしたトリビアとかをね、ちょっと話をしていきたいなと思いますけども、まず一番面白いのが甘露寺さんでございますね。実は甘露寺さんっていうのは煉獄さんの元で、まあ継ぐことしてね、鍛えていたわけでございます。まさかのそんな時期もあったと、弟子としてね甘露寺さんがいたんだっていうのですごい驚いたわけでございますけども、そこからなんと甘露寺さん、何がすごいかって、独自の呼吸法っていうのを作り出したわけでございますね。炎の呼吸っていうのを学んでいって、そこからの独自の呼吸法っていうのを作ってしまうっていう、だから普段ワーンって感じのね、ホワーンとした感じの子なんだけども、実はめちゃくちゃセンスやべえっていうね、まあ戦ってみたらどれだけ強いのか、これはもうね、あの本読んでいるみんな知っているわけでございますけども、そのセンスっていうのが半端ないわけでございます。ここからでもわかるよね、炎の呼吸を学んでいました、そこから自己流のね、新しい呼吸法を、まあ、作ってしまうという、これは相当なセンスでございます。ちなみに言うまでもないですけども、甘露寺さん大好きです。そしてこれがまためちゃくちゃ面白いんだけども、煉獄さんっていうのはさつまいもが大好きなんだね。だからさつまいも食べるんだけども、さつまいも食べる時の反応が面白い。まさかのさつまいもを食べる時はわっしょいわっしょい言いながら食べるんですよ。これマジで面白くない？まさかのわっしょいわっしょい言いながら食べるってどんだけ好きなんだよっていうね、めちゃくちゃ可愛いかよっていう感じなんだけども、煉獄さんそういったような一面もあるわけでございますね。だからこそ煉獄さんっていうのはみんなに好かれるんだなっていうのがわかるんですよ。そもそも彼っていうのはめちゃくちゃ強い。そしてこう
輩思いなんですよ。もうこれがたまらないわけでございますね。間違いなく煉獄さんの存在があるからこそ炭治郎は今の強さに至っているのではないかと僕は思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は初の鬼滅会でございますけども、まだまだ話したい内容がいっぱいあるんですよ。だけども僕もね、鬼滅っていうのはもう新参者でございます。教師ながらアニメで僕は入って、でそこからその魅力っていうのにね、もう本当にハマりましてね、単行本を1日で、本当に1日で全部読んだからね。で面白いのが、前々から僕言っているジャンププラスっていうアプリがあるんですよ。これ本当にすげえし、鬼滅ファンは特に見てほしいんだけども、ジャンププラスっていうのはまあ要するにジャンプをアプリで読めるわけでございますよ。でその一番の特徴としては、単行本からまあジャンプにね追いつくにはその間を埋めないといけないわけじゃないですか。で間が埋めれるということで、単行本最新を読んだら今度はその間をジャンププラスで埋めていってジャンプに追いついていくってことができるんです。で僕とんでもないことに気づいたんですけども、このジャンププラス鬼滅に関しては毎回全ての輪がカラーであるんですよ。これめちゃくちゃやばくない？いや今後もね、僕は鬼滅に関して考察をしたいなっていう風に考えているんですよ。まあだからこそこういった形でそれぞれのキャラクターの魅力っていうのを伝えていきながら、みんなと一緒にねこうお話をできたらなっていう風に思ってるわけでございますけども、何よりやっぱその面白いなと思ったのが、カラーで最新話が読めてしまうんですよ。で普段から僕ワンピースのね考察をやっているんですけども、色がどれだけ大事かって話なんですよ。もう言うまでもないよね。色が何色かによって展開が変わってくる、それほど重要な色っていうのがジャンプ最新話で見れてしまうわけでございますよ。新しく出てきたこのキャラクター、色どんな感じなのかななんて思ったら見れちゃうわけでございます。これがジャンププラスのやばいとこなんですよ。でもちろんそれに対してはなんか別でお金かかるわけじゃないからね、定額制で基本的には払うわけなんだけども、それもね普通にジャンプを買っていくよりは安いんですよ。でその中にまあ項目にねそれぞれの漫画がブワーってあって、で一番下に鬼滅のカラーっていうのがあるんですよ。だから普通に白黒のコーナーが上の方にバッとあって、一番下にほんと隠しキャラみたいな感じでバッとあるんだよね、鬼滅カラーって感じで。マジかみたいな感じ。俺全部カラーで今読んでるからね、マジでやばいから、鬼滅ファンの方はねジャンププラスぜひとも入れてください。カラーで読めるのは強いです。まあ他でちょっとカラーで読めたらちょっとすいません、それはそれでという感じで、ただ僕が今知ってるところではその一個がもう半端ねえなっていうので、カラーで読めるということでね、みんなにちょっとご紹介させていただきました。そして今回ちょっとお気づきの方いるかなっていうところでございますけど、どうですか、新しくゲットしたねこちらの鬼滅のねジャージでございます。秋滅殺ということでね、めちゃくちゃかっこいい感じになってるわけでございますけども、見てください、後ろに関してはこんな感じで殺殺って感じで入っているんだね。これで俺も鬼殺隊にというね、まあ封じ柱を目指して封じ柱を目指してねやっていきたいなと思いますけども、まあそんな感じでね、これから鬼滅についてもいろいろとね動画を出していこうかなって思っておりますんでね、皆さん楽しみにしてください。多分でございますけども、毎週日曜日とかにねこの鬼滅を出していこうかなっていう風に思っておりますんで、皆さん楽しみにしてください。ということで今回この辺で締めていきましょう。最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなくでございます。そして私のツイッターもぜひともフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしますよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね、ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インガザーラシーということでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!